どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、ポジビリという会社に来てるんですけども、キャリアのスペシャリストの方に本日は来ていただきました。よろしくお願いします。はい。ポジビリ株式会社代表の金井と申します。よろしくお願いします。ポジビリ株式会社のキャリアカウンセラーとトレーナーをやってる岡と言います。よろしくお願いします。東京大学3年生の牧野葵と申します。今、農学部に所属していて、大学院に進学しようと考えています。お願いします。キャリアの悩みがあるということで本日はお越しいただいたんですけども、早速相談の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。将来やりたいことが決まらないっていうのが大きな悩みとしてありまして、うん、家族が公務員が多いんですけれど、公務員の生活を見てたら、まあ、公務員もいいなと思ったり、民間も活気があるような感じがして面白そうだなっていうのも考えたり、あとは研究も面白そうだなと思ったりして、すごいフラフラして決まらないんですけど、自分の性格的に前々から準備したいっていう派なので、早めに決めてそれに向けて準備をしたいなっていう思いがあるので、悩んでます。まず葵さんの中でいろいろやってみたいことが散らばってるんだろうなと思ってるんですけど、過去の体験の中で自分自身が一番夢中になれたなとか、無理なく頑張れたなって思 こう体験とかってあるんですか？勉強するのとか、本を読むのがすごい好きだったなと思っていて、高校もかなり進学校で先生が応用的な問いを与えてくれたりとか、こう自分で応用して勉強したりっていうのがすごい楽しいなって思っていたので、やっぱりそれが一番かなと思って。なるほど。葵さんにとっての勉強の魅力って何なんですか？私は一つの観点しか持っていなくって、それで間違って人を攻撃したりとかしてしまうっていうのがすごい嫌なので、なるべくいろんな情報とか観点を得て傷つけないようにとか、それで人を助けたりとかできたらなって思うのと、あとちょっとおやましい話で言うと、いろいろ知ってる方が誇らしい気持ちになるっていうのもあります。なるほど。いろんな人を傷つけないようにっていうのはすごい素敵だなと思うんですけど、なんかそう思うような背景って何かあったんですか？自分の中で一番大きかったなと思うのは、中学2年生の時に生徒会長の選挙に出馬したんですけれど、前から生徒会もやってたし、私がなるだろうって思っていたら、生徒会もやったことないような子が受かってしまって、自分ではすごい悔しくて泣きたかったんですけど、やっぱクラスの人もいるからってすごい怒られてたら、クラスの男子がこうニヤニヤしながらちょっといじってくるじゃないですけど、それがすごい悔しくって、それを機に勉強もすごいさらにやるようになったし、負けず嫌いもようになったし、あと絶対人も傷つけないようにしようとか思ったりしました。頑張ったんですね。でも最近は頑張らなきゃっていう恐怖みたいなのはあったりします。なんでそうなんですか？多分理想の自分があって、そうじゃない、努力してなくって、その知識を得ようとしてない自分は悪だっていう思いが多分強くあるんだと思います。葵さんの中で勉強イコール自分の中での成果が出るっていう、将来へのいろんなステップになるっていうふうに多分思ってるのがあると思うんですけど、今ってやっぱ学生だからそういうのは結構強いかなっていうふうに思ってるんですけど、勉強ができるのと仕事ができるってやっぱ違うなっていうのが社会で結構私も思ったことなんですよね。やっぱり葵さんのこれからの人生って学生時代だけで終わるわけじゃないじゃないですか。だからこそいろんな自分を受け入れるっていう強さを僕は持ってた方が生きやすくなるかなと思っていて、いろんな葵さんの側面をもっと愛してあげてもいいのかなと思います、ね、今って多分勉強頑張ってきた葵さんというか周りの期待に応えるっていうこととかに結構一生懸命になってきたんだろうなと思うんですよ。でも多分葵さんの魅力ってそこだけではないはずで、いろんな側面をどう引き出せるかっていうところを学生時代のうちにできたら、もっとさらに開花するんだろうなとか私は思いましたね、うん、完璧主義すぎるんかもしれへんなと思ってて、ずっとこう勉強もできてきたし、それでこう評価も得てきたから、そうじゃなきゃいけないっていうので多分生きてきたと思うんですよね、うん、でも一旦そうじゃない自分も受け入れるとか、できない自分をちゃんと受け入れるかも結構大事で、社会に出た時に多分初めてのことばっかりで、最初からうまくいかないことの方が多分多いと思うんですよね。その時
時に不完全なちょっと自分も受け入れる状態になってないと、いくら強いメンタルでっていう風に構えてても、やっぱり耐えきれなくなって、どこかで無理が来るなっていうふうには思ってるので、いろんなことに挑戦しながら失敗したりとか、まあ、ちょっとできない自分でも OK を出すっていうようなことを、今からちゃんと免疫をつけておいた方がなんかいいんじゃないかなっていうふうに思います。私ちょっと心配だなと思ったのが、ここから大学院に行きたいって話しあったじゃないですか。めちゃめちゃ素敵だなって思うんですけど、一方で大学院ってやっぱ2年伸びちゃうので、社会で24歳とかだと思うんですよね。でその頃ってやっぱ大学の学部卒の子たちって3年目の代で、多分葵さん1年目なんですよ。ってなると2年分のバッファがあるので、自分の方が勉強してきたはずなのに、そうじゃない割と学生時代めちゃくちゃ遊んでたやんみたいな人たちが先輩としていろんなこと言ってくるんですよね。ってなった時に、それはそれで結構苦しむような気がしていて、自分が大事だと思って研究してきたけれども、自分が社会に出た時に1年目になるっていうことを考えると、この2年無駄だったんじゃないかっていうふうに言ってる人もいる、いたりとかするんですよね。だからそこは結構何取るかだなと思っていて、お話聞いてる限りだと葵さんは自分で多分目標を決めてやりきれる力がすごくある方だと思うので、それを考えると早めに社会出ちゃった方がいろいろ見えるかもなって結構思っていて、変なプライドを持ちすぎない方が柔軟に渡っていける気もするんですよね。どう思います？いやすごい思いますね。プライドが高いなっていうか思えるのが大事ですね。私もともと転職のエージェントだったんですけど、履歴書見るのが仕事だったんですよ。たまたまかもしれないんですけど、専門卒の方とかって学歴があるっていうふうにやっぱ思ってる方って少ないので、入ってから頑張ろうって方が多いので、やっぱ年収とかも上がってたりとかするんですよね。で結構学歴が高ければ高いほど、俺がする仕事じゃないとか、もっといい仕事できるはずなのにみたいなのが結構あったりとかしてて、あんま定着しない方もいらっしゃったりとかしたんですよ。まあそれは一概にはそうとは限らないと思うんですけど、やっぱ社会に出ると用意どんどん走って成果出た人がやっぱ偉いっていうことになるので、そうなると変なプライドを持ちすぎないようにしながら、人にいろんな話を聞いて自分を変えていける人がやっぱ一番強かったりするんですよね。なのでこうしかないんだっていうふうにあんま思わない方がいいなと思ってて、ご自身の性格を理解しながら、いかにその負けず嫌いをエネルギーに変えていけるかっていう方が結構ワークするなってイメージもありますね。ちなみになんですけど、やりたいことがない、もしくは行きたい企業がないっていう学生さん結構な割合でいるんですよね。やりたいことない学生がどういうポイントに気をつけてやりたいことであったりとか、キャリア形成を考えるかっていうことについて意見をお伺いしてもいいですか？私は結構自分のキャリアとして苦なくできることを選んだっていう感じなんですよね。もともと銀行員してて、でそこから本当やりたいことがないっていう状態になってキャリアを作ってきたんですけど、自分が苦なくできることって意外と自分が無意識に頑張れてたとか、何も義務感がなく成果を上げてたとか、頑張れたとか輝けてたとかっていう瞬間に全部詰まってると思ってて、そこはなんか紐解いてた時に、私部活結構やってたんですけど、人間関係とか結構大変で、でもなんか一人一人の相談を乗って調整をするってことを無意識にやってたんですね。だから私は息を吸うように苦なくできることが相談なんだっていうことを自覚したことで、それをなんか選択肢として選んで、苦なくできるんでなんか上手くなりやすい人よりも、っていうのが成果につながって、あこれを自分の人生の仕事としてやっていこうって思って今に至ってる。じゃあやりたいことっていうよりは嫌じゃないことからやりたいことを探していったっていう形なんですね。やっぱりこうどこにいたいかってとこから仕事選んでた方がいいなと思っていて、結局仕事ってただの手段じゃないですか、自分が生きたい人生のため。だから葵さんがなりたい姿になるためのどうステップを踏むかでしかないと思うんです、この10年ぐらいって。なので結局何選んだとしても私は正解だと思うんですよね。多分でも好きなんでしょうね、お勉強するのとか学習するっていうことが。でも学校での勉強と就職とか会社っていうのがあんまり親和性がないなと思っていて、勉強ってでも一つ多分成功体験になってると思ってて、いろいろこうプロセスを経て成功できてるから、その取り組むスタンスだったりとか取り組む努力をしてきたことって多分すごく価値があると思ってるし、それは社会でも生きると思ってるから、勉強してきたことは社会に生きないよっていうところをもう少し自分の中で噛み砕いた方がいいかなと思っていて、勉強してきたことが価値がないってわけではなくって、勉強をやってきた過程だったりとか取り組むスタンスっていうのは必ず社会にも生きると思うから、そこはなんか認めてあげてもいいんじゃないかなって。1個目の質問に関しては答えはないと思うんですけど、ある程度解決されましたでしょうか？やっぱり自分で一番
なって思ってる勉強そのまま軸にしてもいいんだよっていうのと、あとは自分が楽にできるものを日常生活でちゃんと探していきたいと思います。どういうものを身につけたらこれから男は社会で活躍できるのかな。年齢も性別も関係なく認められるくらい成果出せばいいと私は思ってますけどね。でも自分はそう思っちゃってるっていうところがあるから、私はもう概念で見ない。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。